1908年の日本公開映画では、1908年1月1日から、同年12月31日までに、日本で商業公開された映画の一覧を記載。記載の判例については、年度別日本公開映画判例を、参照日本において、全国的な映画館の建設ラッシュ、日本初の撮影所の建設、日本初の劇映画制作、 日本初の劇映画のロケーション撮影、日本初の時代劇映画が制作、公開された年として記憶される。1903年に開設された東京、浅草公園6区の電気館や神田の錦木、輝き館、1907年に開設された神田の新生館、浅草公園6区の三遊館、大阪、千日前の千日前電気館といった映画専門の劇場が整う中、 この1908年は映画専門館、当時の言い方で言えば映画常設館の建設ラッシュであった。同年開館した映画館は下記の通り。1902年にジョルジュ・メリエスが監督したフランス映画、ガツ世界旅行はガツ世界探検のタイトルで、この年の4月15日に横田商会の配給により公開されている。外国映画に関しては、吉沢商店は、 現地の出張員から直接に、買い付け、横田商会、エムパテー商会は、横浜の平尾商会等から買っていた。ドイツのメステル、フランスのパテー、ゴーモン、エクレール、イタリアのチネス、アンブロジオパスクアリ、デンマークのノルジスクフィルム、ロシアのアレクサンドル・ハンジョンコフによる、ハンジョンコフ商会等の作品が輸入され、アメリカ合衆国の映画は、まだ少なかった。 同年1月20日、吉沢商店が東京、目黒に日本初の撮影所を建設、開所しており、現代劇を中心に劇映画が制作されるようになった。同撮影所が最初に制作した映画は、神刀流剣武術観光で、同年5月1日に公開したが、同撮影所の最初の劇映画は、川上乙次郎が主演した喜劇映画、バイオ洋折衷結婚式である。 同年6月12日に公開された11世、片岡二左門主演の中心蔵五段目、あるいは狂言を撮影した石橋鈴ヶ森は、撮影所で撮影されたものではなく、劇映画というよりも演劇のドキュメンタリー映画である。日本初の劇映画とされる喜劇映画、井森の黒焼きは横田商会が制作し、同年6月15日に公開された。 初の時代劇映画とされる、牧野昌造監督の本能寺合戦は、同年9月17日に公開されている。横田商会は、同年まだ撮影所を所有しておらず、撮影は、自社の境内等で行われた。日本初のロケーション撮影をした、劇映画は、吉沢商店製作の斧が罪で、神奈川県の片瀬海岸、江ノ島等にロケをし、 同年11月11日に公開された。日本映画に関しては、日本映画データベースを参照。該当ページ上で、画布されたものは、作品の題名ではなく上映プログラムのタイトルであり、本リストでは、鍵括弧を付していない。日本以外の外国輸入映画については、日本映画発達史愛活動写真時代を参照した。ガツ世界旅行。ありがとうございます。